時刻は6時半になりました。この番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も高敷香織が MC を務めさせていただきます。またこの番組はですね、宜野湾ヒルズ通りの FM 宜野湾の海の見える素敵なスタジオから放送しております。あかりさん、こんにちは。こんにちは。はい、今日はちょっといつもと違う形式で皆様に、放送をお届けしているんですが、初めてのズーム放送ですね。そうですね、ちょっとね、はい、私があの急遽スタジオに行けないっていうことで、あかりさんにズームでお付き合いしていただいてるんですけど、はい、はい、もう今ね、世の中なんかズームでね、何でもお話、人と会ってお話できるようになって不思議ですよね、感覚的に。だからこう、ズームでこと足りることもありますが、対面じゃないとできないこともあるし、線引きが今度は難しくなってるような気もしますよね。確かに。ただやっぱり私、どっちも必要な時代になったかなと思っていて、リアルをこういうリアルである、対面で会うのを濃ゆくするために、オンラインで、ね、できることをやって、リアルなこの対面の時間を増やしていくみたいな。どっちも大事。で、そう。でね、今日、ちょっとあかりさんに、はい。あのね、せっかくなので、この、チェックインっていうのをやりたいなと思っていて、よく私、あの、オンラインでセミナーとかするんですね。はいはい。で、オンラインだから、あの、本当地元の人じゃなくて、全国どこからも入ってくるので、初めまして人同士の人とかも、セミナーの、この画面の中に入ってくることがあって、はいはい、でじゃあセミナー開始しますって言っても、やっぱり一方的に話すとなんかちょっとね、静かだったり寂しいから、会話のキャッチボールを私するようにしてるんですよ。なるほど。そうで、お互いどう思いますかって聞いたりとかするときに、やっぱりスタートね、なんか誰も知らない人に自分なんかあの手挙げたりとか挨拶するのちょっと恥ずかしいもんだから、はいはい、そのいろんな会を始まる前に、じゃあちょっとあのリラックスするために、スタートのかなんていうのコミュニケーションとして、チェックイン、グッド&ニューっていう、ここ1週間ぐらいで、あった出来事で良かったこととか、ちょっとしたニュースとか、というポジティブな話題からスタートしましょうっていうこのからやります。はい。うん、へえ、ね、そういったなんか、こうちょっと緊張をほぐす時間があるんですね。あるんですよ。結構これやると、あのクスッと笑ったりするから、あのなんか本当緊張とほぐれたり、あのお互いが急にズームの中でも、なんか近づいた感じ。はい、なるほど。じゃあ。こうオンラインでのこう関係だとしても、ちょっと早めに距離を縮めたりする効果が期待できるものなんですね。そうなんです、そうなんです、ぜひねちょっとやってみたいと思います。グッド&ニューって、じゃあ、あかりさんからちょっと急かな、じゃあ私から、ね、最近あったグッド&ニューをちょっと発表させていただきます。はい先週ですね、ちょっと土曜日に北海道から、友人というか、ズームで何度かお話しした人が来て、で、沖縄の与那原の綱引きがあって、そこに参加しますって言って、北海道から来てたんですよ。で、会いましょうとなって、はいはい、それは会いに行くじゃないですか。でも、この、ズームで何度もお話ししてるのに、リアルは初めてなんですよ。会った瞬間わーってなって、急にね、ちょっともうハグしようかなぐらいで、ちょっと待って、男性だからとか思いながらそっか男性だったんですね。そう男性だからと思って、であの友人のお店で待ち合わせして会ったんですけど、やっぱり話が盛り上がって、なんだこういうのってすごくいいなと思いましたよ。なんかそれが北海道から沖縄に来ていて、で本当にこの距離が急にギュッと近づいた感覚が、なんか自分の、あのこのテンションも上がって、相手もすごく沖縄楽しかったって言って帰っていったんですけどね。そういうことがあったのが、
よかったですね。距離を縮めたっていう感覚。ああ、そうですね。なんかこう、初対面だけど、こう、オンラインでずっと会ってたみたいな距離感ってすごい面白いですよね。なん面か、白いです。私もなんかインスタグラムをよく使うんですけど、会ったことはないけど、ファッションセンスがすごく好きでフォローしてる人とか。そうそう。いるかも。そう、近い話で、この私もなんかグッド&ニュー言うと、なんか、なんだったかな。私がすごくこのファッションセンスいいなと思っている子が、こう、私のバイト先、この本屋でもバイトしてるんですけど、そこに遊びに来てくれてわざわざ。で、そこで、こう、なんていうんですかね、自分で服作りもしてるから、こういうのとか作ったよって見せてくれて、で、私は、なんかこう、自分で服は作れないけど、この子のセンスが好きだから、そのままいろんな説明してもらって、ミシンはどういうのを使ってるとか、そういう話ができて、こう、また次、会う約束までできたので、なんかこれは1週間以内っていうよりは2週間内ぐらいの話ではあるんですけど、はい、なんかすごいちょっと香織さんの話とリンクするところがあるなと思ったので、私のグッド&ニューはこの話ですかね。すごくいい。そう、私今日あかりさんのこのアクセサリー見て、すごくかわいいと思って見てたんですよ。ありがとうございます。だから、あかりさんやっぱりなんか自分のお気に入りのファッションセンスの方がいてって言ったら、やっぱあかりさんってファッションに興味があるんだっていう、このたったこれぐらいの会話で、あかりさんのことを少しだけなんか知れた感じがするじゃないですか。なるほど、確かに。そうですね。それになんか私も香織さん、こう、なんていうんですかね、こう、気持ちが高まると思わずハグしちゃいたくなるような、なんかこう、すごいフレンドリーさというか、ね、なんか前もさっき、真弓咲子さんがゲストでいらっしゃった際に、すごい香織さんがこの、いつもこういうなんか和やかで、こうお互いの意見を尊重し合う話をする関係性なんだろうなっていうのが伺えるような回だったと思うので、なんかその一連のこう香織さんの人間性みたいなものがさっきなんか現れてるなと思いました。ありがとうございます。あかりさんの中でこのグッドアンドにすごくいい。この、やっぱり日常、自分の日常に、関心を持ってもらいたいなっていうのが、このグッドアンドニューのいいところでもあるし、また、ね、ちょっとした、なんか勉強会とかの中でも、ここからスタートすると、同じ勉強をした仲間意識も高まるんですよ。へえ、そっかそっか、確かこんなに。感じで。ねえ、なんかパーソナルなことをちょっと知ってるだけでもなんか安心感があったりしますよね。安心感ある、本当。へえ、なるほど。じゃあこれで結構花咲いちゃって長く話し込んじゃったりもするんじゃないですか。しますね。でもね、この時間をあんまり気にしない回だと、結構ここから話題が広がっていったりするんだけど、ね、何話そう、なんか初対面の人どうしようかなっていう時は、こういうことから話すると、膨らんでいったり、で、セミナーとかは、時間を決めてやって、で、途中、グループで話し合ってくださいっていう時にもうスムーズに、なるほ会ど。話ができたりするところが一番いい感じかなと思う。確かにそうですね。ちゃんと時間決めないと本当に永遠に話せちゃいそうなので そうですね。よかったです。ありがとうございます。じゃあ、後半ですね。ちょっとまた、別の、なんか角度で、あかりさんのことを私、ぜひ、今日知りたい回だなと思ってるので、わかりました。CM の後で、いろいろ聞いていきたいと思います。それでは CM 入ります。美しさを体の中から変えていく、新灸を取り入れたライフスタイルで自分をアップデート。ヨークでは一人一人に合わせた施術を行います。西海岸を見渡せるクリニックで上質なリラックスを。美容鍼新灸治療なら宜野湾新灸整体ヨーク。
アイドマ印刷です。印刷でお困りの中南部の皆様へ、地域に寄り添い創業42年の実績で、お手頃な価格とスピーディーな対応で力になります。印刷のことならアイドマ印刷にお任せください。電話番号 098-833-1122。 1984年創業のカーボディ上川は、愛車の修理、板金塗装、車検、ETC 取り付けなど経験豊富な職人が丁寧に仕上げます。スズキの新車も取り扱っています。沖縄市消防本部道向かい、カーボディ上川。この番組は時のバニーのストレスフリーライフのお時間です。はい、引き続きお話を伺ってきた、その前にですね、ごめんなさい、メールアドレスの募集もしておきましょうね。はい、メールアドレスが797@fmkinowan.com です。また番組は YouTube でもネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることもできますので、ぜひご覧ください。あかりさん、はい、はい、ね、前半をね、ちょっとチェックインっていう、なんかコミュニケーションちょっとしやすくなるっていう、うん、このスタートの最近あったいいこととか、うん、なんかちょっとしたニュースっていうことからスタートしていったんですけども、うん、はい、はい、ね、あかりさんファッション好きなんですね、うん、はい、私は結構アクセサリーとかお金なくても集めちゃいますね、うん、うん、自分で作る派ですか？いや、作れないんで、こうずっと買い続けてます、うん、あ、でもそれでもいいと思う、うん、なんかね、こだわり、うん、自分こだわりっていうほどこだわりじゃないけど、なんかこういう、うん、系統が好きだなとかっていうのとか、うん、人それぞれあると思うんですね、うんうん、で、なんか今日あかりさんにと、うん、聞きたかったことが、前から聞きたかったことがあって、はいはい、うん、まあ、あの FM ギノワンのこのね、はい、あの勤めることになったきっかけっていうのを聞きたいなと思って、うん、ああ、なるほど。あ、勤めるきっかけは、うん、そうですね、私なんか理由が2つほどありまして、なんか1つ目はこの、現スタッフのマナさん、マナティって呼ばれてる先輩がいるんですが、このマナさんに、うん、と誘ってもらって、もともと違うカフェのバイトで一緒だったんですけど、そこでマナさんにこう、うん、あかりラジオ興味あるって言ってたから、今求人出してるけどどんなかなっていう風に誘っていただいたのが一つで、ともう一個がこう、私自身がラジオもともと好きで、このエンタメとかこのテレビも、まあ、好きなんですけど、うん、やっぱりなんかこう話だけで笑わせるとか、こう引き込むっていう世界にすごい憧れを持っていたので、あとなんかこうミキサーとかね、うん、音響とかもできるようになったらいいなっていう風に思って、うん、町内会の祭りとかで役立つだろうなっていう風にも思ったのではい、なのでちょっと今回、はい、FM ギノアンで働いても半年ちょっとになるんですかねって感じです。ね、そう、私もやっぱり話す側になるっていうところって、うん、結構ハードルが高いイメージがあるんですよ。でもね、あかりさんはラジオに興味があるっていう、なんかその誰かのラジオを聞いて興味があったんですか？うん、あ、そうです、そうです。パーソナリティさん、はい、うん、お笑い芸人さんのラジオがもともと好きで、そうそう、そっからこう、うん、私が話す側になりたいっては思わなかったんですけど、なんかどういう仕組みになってるんだろうとか、面白い話聞きたいなとか、そういう浅はかな気持ちもありますね。なるほど、あ、そっか、うん、裏側を知りたかったんですね。そうですね、裏方になって、そうそう、いろんな人がパーソナリティをしてるだろうから、なんかおのずと数打ち当たるというか、面白い話も聞けるんだろうなっていうふうに思って。へえ、はい、そっか、私も結構あの学生の時、大学生の時ラジオっ子で、うんうん、バイトして帰るときって、いつもちょっと夜中だったけど、うん、オールナイトニッポンが流れる時間帯が帰る時間帯だった。ああ、いいですね。私も好きです、オールナイト。うん。ね、結構、なんか私も、好きな
方がいて、当時福山雅治さんがやってたからめちゃくちゃ好きで、私ラジオから福山ファンになったんですよ。あ、めっちゃいいですね。面白いですよね。なんかね、そういうなんかね、きっかけがあって、だからね、あかりさんが、だからそのラジオをやりたいと思って、で、何かこのラジオをやったことによってなんか変わった心境とかありました？あ、そうですこね。の、やっぱりこう、私は裏方になったので、こう、例えばこうやって収録をした際に編集作業をするんですけど、なんか面白くするための間をわざと空けてみたり、こう、音質を限り、なんかこう、極限までなるべく良くしてお届けするように心がけたりとか、こうパーソナリティさんが面白かったりためになる話をしてくれるのは前提で、その届くまでの過程をなんかこうちょっと良くするみたいなところにすごい責任感とこう頑張りたいっていう意欲が結構なんて言うんですかね、飽きることなく湧き続けてる気がします。すごい。まあ、とってもなんか、あかりさんのこのお話聞いたら、ちょっとパーソナリティとして、ありがとう、感謝しなきゃって思ったんですとけんでもど。ないです。いつも楽しいので。あれだね、この音質ももちろんそうなんですけど、聞きやすい間っていうのも、この編集とか、まあ、このあかりさん自体がね、お話しするテンポをすごく、大事にしてるなと思って、ありがとうごテざンいポまのす。この速さとか、そこが私もなんか最初からあかりさんと出会ってこの番組持つようになって、なんかやっぱり私ラジオ経験今回初めてだったんだけども、なんか本当あかりさんと話すると居心地がいいっていう、あ、嬉しいです。そのなんかやっぱちょっとふと思ったのが、音系とかに大事にしてる感覚が強いのかなって思いましたけど、どうですか？そうですね。私がこう、なんていうか、ノイズとか雑音に敏感なところがあるので、なんだ今の音とか、そういうのが気になっちゃって、こう、私が好きな「オールナイトニッポン」のパーソナリティの方が、すごい椅子をよくガタガタさせる人だったので、その音が入っちゃうんですよね。で、私すごく嫌いで、なるそほの、ど。そう、だから私の時はなるべくそういう音が入らないようにしたいなって思いました。すごい、ありがとう。今日ちょっと、あかりさんにサポートしてもらっている、ね、ミキサーで入ってもらっている、番組持ってる MC の方、あかりさんってこういうふうにして普段気をつけてくれてるんだ、ありがとうって思ってるかも。もう、そうありたいですけど、なかなかできてない現状ももちろんあるんですけどね。精進します。意識してるのとしてないの全然違うから。ああ、ありがあ、とうよごかっざた、い今ま日、なんか、あかりさんのこういう話聞けて。す。嬉しいです。今、さっき、エンタメもね、興味があるって言ったじゃない。このエンタメで、あかりさんが、なんか、どんなことを、なんか、生かして、これからやっていきたいとかっていう思いとかありますか？ああ、そうですね。なんか私割とシュールなものが好きで、で、いつもなんかシュールなものって高齢者とか、この一生懸命な人が集う場所で起こりがちだと思うんですね。なので、この公民館のサークル、例えば歌声サークルとか、そういう場所に出入りをし始めてて、最近面白い話ないかなと思って。そこで発見したのが腹話術サークルっていうものを見つけまして、で、そこでこの面腹話術の白 ノウハウをちょっと身につけて、このラジオで活かせないかな、まだ形はわからないですけど、ちょっとやってみたいなって思っぜてひ披ま露す。してほしい。もう、あかりさんもどっちかっていうと、あれじゃない、もう MC 側に行くべきじゃない？私は裏方好きなので全然。でもできるようになったら香織さん見せますね。もうぜひぜひ、見たい見たい。そう、でもやっぱりラジオは声のメディアなので、お人形を見せられないので、声だけで表現するっていうところを
頑張ってからだなっていうふうに思いますね、うん、なるほどね、はい、いやすごく今日あかりさんの、うん、ねこの深いっていうかもっと深いと思うんだけど、ね、どういうことを普段やっててっていうのが、うん、たったまだ20分ぐらいしか経ってないのに話が聞けてるっていうのがすごい。いやなんか香里さんだから話せたり、うんね、こう聞き方とかもめっちゃあると思うのでありがとうございます、うんね、私が今日なんで聞きたかったかっていうと、はい、人ってやっぱり無意識にとか潜在意識、うん、隠れた意識の中に、うん、ふとパッと出てくる会話が、うんうんうん、何か引っかかってる一部だと思うんですよ、うんうんうんね、でちょっとこういうことができたらいいなって思っていたりとか、うんね、自分は前はこういうのが好きだったんだけど、うん、普段のこの忙しさに紛れてちょっとできなくなったりとか、うん、忘れてたことをこういう会話ポジティブな会話から引き出して掘り下げて掘り下げて掘り下げてっていくと、うん、あそっか私これがやりたかったんだとか、うんうん、あ私って意外とこういうこと好きだったかもっていう自分発見自分探しのきっかけになったりするのが今こういう、ね、うん会話の一連の一つなんですよ。確かにそうですね、うんまあ、コーチングまではまだ行けてないんですけど、うんうん、きっかけ作りの会話のスタートが今のスタートからの流れっていう感じかな、うんはい、うんあでもなんかこう なんというかこう他人に話すことで少し心が整理するというか頭も心もちょっと整う感じがして私はいいんですかこんなに話させてもらってっていう気持ちでした。いいんですよ私普段こういうことしてるんです。うん、うん、なるほどなるほど。なんか話すことによってうん自分の声で自分に返ってくるじゃないですか。あはいはい、ねうんうんうん、返ってくるとあそっか私これだったんだって言ってまた話しながら新しいことが浮かんできて、うん、でじゃあこれは自分がやりたかったことだとかあそっかふと思い出したことだとかっていうのが出てきて、うん、出てくるとこれを繰り返していくうちに、うん、頭の整理頭の片付けっていうか言うんですけどね、うんうん、私はいはい、うんうん整理ができてきて、うん、ちょっとリラックスするんですよ、うん、確かにそうですね。だから、うん、なんかちょっとなんか楽になる感じもありますね。なんか 楽、うんうん、楽っていうのは多分リラックスのことだと思いますけどリラックス、はいはいうん、これをね、まあ、1時間とか本当はね、うん、やったりとかして私はその人が本当にやりたいこととか困ってるっていうことを引き出して、うん、まあ、時間のうんうんね、どれが一番やりたいことなのかっていう整理整頓をしながらその人の時間 の考え方だったりっていうのをまとめてあげるみたいな感じの実際の仕事ではあるんですね。はい、まあ、今日はね少しだったので、うん、なかなかあれなんですけどまたあかりさんの話を聞きながら、はいね、このラジオを聞いてる皆さんにも普段こういうことを誰かに話すことによって自分の考えてることが整理していけるんだよっていうのを知ってもらうきっかけになったかなって思ってます、うんうん、はい、そうですね。私も今ちょっと話聞いてもらってこう整理つくところがあったので、うん、ぜひリスナーの皆さんもメールでなんか香里さんに聞いてほしいこととかね、うん、何か相談事とかあってもお気軽にお願いしましょうかね。はい、うん、はい、ぜひねメールでもまあ皆さんのコメントいただいてこの番組で少しずつ紹介していけたらいいなと思ってますのでぜひ、ね、メールの方募集してます。アドレスの方お伝えしますね。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com です。はい、はい、では香里さん本日もありがとうございました。はい、また来週もよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。
ちゃった。それならスマホ119にお任せください。わー、治った。これで待ち合わせにも間に合う。あれ、腕時計も壊れてる。スマホ119にお任せください。スマホ119で検索。